雷に振る。どうしてみんな羊にしちゃ。えへ、アイス欲しくない？兄たん、一緒にぼ。千の光が、見て。なんだよ。西への栄えある貴族の地。このか弱い花を。この大陸で最強。近距離ハンター。群れる必要がどこにある。こちらの銀の鎧。友よ、大自然の声を。何見てんだよ。俺を倒せる奴はいないのか。逃げてください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 。虫けらのように踏みつぶしてくれる。虫けらのように踏みつぶしてくれる。幻の世界から抜け出した衝撃でめまいを起こしたのだ。この薬草を飲めば大丈夫だ。これで一通りのことは学んだ。戦闘技術を極めたいなら実戦で鍛えなければな。そうそう、お前宛に手紙が来ていた。神区の祭祀のことは調べておいてやろう。まずは治安局のスラ様のところに行け。何か用があるらしい。それから新しい師匠を探すがよい。旅の無事を祈るぞ。
ライン五世陛下は慈悲深く寛大なお方。どんなに政務が忙しくてもいつも若者の成長を気にかけてくださるわ。あなたの新しい師匠はベイカー軍にいるわ。ここからだいぶ遠いけど、そうね、ピピンを訪ねてグリフォンで送ってもらいましょうか。俺の後ろにいろ。俺が倒れない限りは安全だ。俺を盾にしてくれ。ベイカー軍は人手が足りなくてな。だがまずデオナのところに行ってくれ。帝国から贈り物があるそうだ。ライドを取りに来たの？確かにあんたにお似合いのチビスケがいるけど、でもちょっと助けてほしいのよね。チビスケを救ってくれてありがとう。そしておめでとう。素晴らしいライドが手に入ったわね。
俺を盾にしてくれ。贈り物は気に入ったかな。これだけ目をかけられても帝国に来る気はないのか。分かった、無理しません。ではレオニダスのところに行くがいい。噴水のそばにいるはずだ。君かね、私のところでもっと腕を磨きたい。ならばいい機会だ。この負傷者の治療を手伝ってくれ。たくさんのトカゲが急に現れて攻撃してきたの。本当にびっくりしたわ。盾、鎧、そしてこの肉体。この川に魚を取りに行って、すまん。まだ帰ってこないの。様子を見てきてもらえないかしら。